相対論入門講座。静的宇宙モデル、動的宇宙モデル。今まで見てきたように、一般相対性理論が活躍する舞台は宇宙です。一般相対性理論により、すべての銀河、天体を含む時空の科学的解明ができる可能性が出てきたのです。アインシュタインは1916年に一般相対性理論を完成させると、宇宙の全体像の解明に取り掛かったのです。翌1917年に完成したアインシュタインの宇宙論は、今日、静的宇宙モデルと呼ばれています。アインシュタインは、重力場の方程式、アインシュタイン方程式を使って、新たな宇宙モデル作りに取り組んだのです。ところが、この方程式を解くと、その解は、すべて時間的に変化するものばかりで、時間的に変化しない解は、存在しないことが分かったのです。この解の意味するところは、宇宙は膨張したり、あるいは収縮するという解なのです。アインシュタインの方程式は、ニュートンの万有引力の法則を拡張したものだから、方程式に出てくる力は、物質が互いに引き合う引力、すなわち重力だけで、押しのける力、積力は存在していないのです。このことは、すべての物質が互いに引っ張り合っているだけならば、宇宙はどんどん収縮していって、やがては潰れてしまうという結論になってしまいます。収縮を止め、宇宙が潰れないような解を得るにはどうすればよいのか。アインシュタインは頭を抱えました。当時、宇宙は永遠不変であるというのが天文学の常識だったのです。当時においても新しい星が誕生したり、古い星が燃え尽きるということは観測により知られてはいたのですが、それは宇宙の中身の変化であって、宇宙という入れ物、器自体の大きさは変化することはあり得ず、過去から未来永劫、不変だと考えられていたのです。アインシュタインもその常識を疑うことはなく、常識に合致するような宇宙論を目指したのです。彼は散々悩んだ挙句、自分の方程式を書き換えることにしたのです。宇宙空間が積力を持つような宇宙光を方程式に書き加えたのです。物質同士は重力で引き合うが、空間に存在する積力がそれを押し戻そうとするので、結果として釣り合って宇宙の大きさは変わらないという静的宇宙モデルがこうして出来上がったのです。しかし、書き加えられた宇宙光は天文学の観測による値ではなく、宇宙が潰れないようにするための、いわば、辻褄合わせだったのです。こうして、なんとか静的宇宙の解が得られたのですが、なんとも危なっかしいものだったのです。空間が歪むという大胆な発想で、相対論を作り上げ、それまでの常識を覆してきたアインシュタインにしても、宇宙は永遠不変だ
という当時の常識を捨て去ることはできず、自分が作り上げた方程式を無理に改ざんしてまで辻褄を合わせたのです。彼ほどの天才物理学者ですら、時代の常識や自分の思い込みから抜け出すことができないことがあるということは、物理学者にとって考えさせられることなのです。膨張、収縮する動的宇宙モデル。アインシュタインの静的宇宙モデルが発表されてから5年後、1922年に、この説に異を唱える人物が現れたのです。それは、ロシアの数学者、アレキサンドル・フリードマンです。彼は、宇宙常数を外したアインシュタイン方程式を解いて、宇宙は膨張したり、収縮したりする、動的に変化する宇宙なのだ。宇宙常数など必要ない、という説を発表したのです。アインシュタインの静的宇宙モデルでは、宇宙常数がなければ、すなわち宇宙を押し広げる赤力がなければ、星々の重力により宇宙は収縮していき、やがては潰れてしまうはずです。しかし、フリードマンは、アインシュタイン方程式を素直に解けば、そうはならないと主張したのです。では、なぜ、同じ方程式を解いて、違った解が得られたのだろうか。その原因は、二人の計算における初期条件の違いによるものだったのです。静的宇宙モデルを構想したアインシュタインの計算は、いわば、手に持ったボールを、自由落下させることから始まります。ボールの落下は宇宙の収縮を意味すると考えてください。ボールは地球の重力により落下するが、宇宙空間に当てはめると、星々の重力により宇宙が収縮することを意味します。それに対するフリードマンの計算の前提は、ボールを上の方に投げ上げることから始まります。重力に逆らって投げ上げたボールは上昇を続けた後、落下に転じるか、初速が十分に大きければ、重力を振り切って上昇を続けます。これを宇宙空間に当てはめると、膨張した後、収縮に転じるか、あるいはその後も膨張を続けることを意味するのです。宇宙の将来は、ボールを投げ上げた時の初速によって変わるのだという理論なのです。フリードマンは、その論文において、膨張後の収縮、等速膨張、減速膨張の三つのモデルを示しています。このように初期条件によって異なる解が得られるわけです。アインシュタインの初期条件は、宇宙は過去から未来永劫静的に一定だという条件です。それに対するフリードマンの初期条件は、宇宙の初めには何らかの力により膨張していたのだという条件を計算の前提としているのです。このことは、宇宙には始まりがあり、加速膨張があったという動的宇宙像を示しているのです。アインシュタインは、数学者のフリードマンの計算が正しいことは認めたのですが、
数学的には正しいかもしれないが、宇宙が膨張したり収縮したりすることは物理的にはありえないと、その考えを認めなかったのです。フリードマンは数学的可能性を指摘するだけで満足し、その後間もなく死亡したこともあり、動的宇宙モデルのアイデアはしばらく忘れられるようになったのです。ルメートルの宇宙膨張モデル。フリードマンの論文発表から5年後、1927年、ベルギーの物理学者ジョルジュ・ルメートルが膨張宇宙モデルを発表したのです。彼は、宇宙は小さな宇宙の卵から生まれたと主張したのです。ルメートルはフリードマンとは違って宇宙乗数を取り入れた方の方程式を使って計算したのです。同年、ベルギーのブリュッセルで開かれた物理学の国際会議において、ルメートルはアインシュタインに自分の宇宙膨張の解を示したのですが、アインシュタインは、あなたの計算は間違ってはいないだろうが、その解を信じるあなたの物理的見解は全く忌まわしいと冷たく聞き離したそうです。相手にされなかったルメートルの方も自説を曲げることはなかったのです。ルメートルの宇宙の卵のアイデアが、その後ロシアのフリードマンの弟子であったジョルジュ・ガモフが、いわゆるビッグバン理論の元となる初期宇宙形成論に発展させ、その後を引き継いだ佐藤勝彦、アラン・グースのインフレーション宇宙論へと引き継がれてきたのです。宇宙は永遠不変であるべきだという信念を決して曲げることのなかったアインシュタインを徹底的に打ちのめす天文学上の大発見が発表されたのです。観測された宇宙膨張。1929年、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルが、すべての銀河が我々の銀河系から徐々に遠ざかっている、各銀河が遠ざかる速度はその銀河までの距離に比例していると発表したのです。ハッブルはウィルソン山天文台の世界最大口径の反射望遠鏡を使い観測を重ね、銀河の移動速度はドプラー効果を使い測定したのです。その結果、ほとんどすべての銀河が遠ざかっており、その速度は地球からの距離に比例して速くなっていることを発見したのです。ハッブルの発見を知ったアインシュタインは、ウィルソン山天文台にハッブルを訪ね、観測データの説明を受けたのです。机上の計算による理論モデルではなく、実際の天体観測に基づくデータを見せられたアインシュタインは、宇宙が膨張している事実を受け入れざるを得なかったのです。自説を撤回したアインシュタインは後に、宇宙乗数を導入したことは私の生涯最大の失敗だったという有名な言葉を残したのです。ルメートルは1925年ハッブルを訪ね、その研究を聞かされ、自分の
膨張宇宙モデルの正しさに確信を持ったと言われています。ここまで述べてきた宇宙研究の進展は物理学史上最高位に輝いていたアインシュタインも人間であり、神格化することは誤りであることを示しています。科学の歴史は天才科学者により、それまでの考え方が革命的に書き換えられるというパラダイムシフトにより進歩すると言われていますが、それは科学研究の現場を知らない者の発言です。現代の科学研究は多くの科学者がそれぞれの研究成果を発表し、互いに議論を戦わし、知識を共有することで進んでいくものなのです。生涯最大の失敗だとして宇宙常数を取り下げたアインシュタインでしたが、彼の死後再び逆転し、必ずしも宇宙常数を取り下げることはなかったと判明したのです。